はい、本日はですね、ノースフェイスのリラックスドライショーツを紹介していきたいなというふうに思います。で、それがですね、こちらの商品になってるんですけども、リラックスドライショーツで僕パッて聞いた時にあんまり知らんなと思って、ネットでパーって調べたんですけど、おそらく2020年から新発売されたものなのか、ちょっとはっきり断定はわからないんですけども、過去の記事っていうのがあんまりなかったんで、おそらく2020年から出たんかなと思うんですが、ちょっと違うかったらコメント欲しいんですけども、そんな感じのアイテムになってて、なんでこれを購入したかというとですね、僕がやってるオンラインサロンの方でノースブっていうのがあるんですけど、そのノースブの方になんかレビューしてほしいアイテムありますかって投げかけたら、このリラックスドライショーツレビューしてほしいですっていうのが1個来てて、でパーって調べたりしたら、あ、これ見たことないなと思ったんで、一回ちょっと買ってみてちょっとレビューしてみるかっていうことで今回レビューしていくんですけども、パッと見た感じってなんかノースフェイスのこのバーサタイルショーツと結構似てるなっていう印象がなんかあるかなと思うんですけど、僕もパッと見た感じ、あ、似てるやんっていう感じあって、何が違うんかなっていうのを、よくよく見ていくとですね、若干バーサタイルショーツと違う部分とかもあったりするので、その辺のお話とかもしていくんですけども、まずこちらがですね、色味がこのブラック以外にもネイビーとかあと緑とか黄色とかあったんですけど、ちょっと派手な見えない色で緑とかしたろうかなとかって思ったんですけど、いかんせんちょっと色が僕になんとなく似合う感じではなかったんで、もうシンプルに黒でいいかなと思って、やっぱ色味がどうしてもこう絶妙な感じでなんか僕似合わん感じだったんで、今回黒をチョイスしていたんですけど、まず質感から見ていきたいなと思います。で、質感としてはですね、確かにシャリシャリした感じで、後でも言うんですけど、これナイロンを使ってるので、結構このバーサタイルショーツと似てるなと思うんですけど、実は若干違くて、何が違うかというと、パッと見た感じではほぼほぼわからないと思うんですけど、こっちのバーサタイルショーツってナイロン100なんで、全く伸びないんですよね。ただ、こっちのリラックスドライショーツに関しては、ポリウレタンが入ってるので、めちゃくちゃ伸びるんですよ。だから、質感とかもやっぱり若干違いますし、同じようにナイロンが入ってるんですが、ナイロンがですね、これ 87% で、ポリウレタンが 13% ってこの表記に書いてあるので、ポリウレタン 13% も入ってたら、そらめちゃくちゃ伸びるでっていう感じだと思うんですけど、これぐらいストレッチ性があるので、さすがリラックスドライショーツって名前にリラックスが入ってるだけあって、こんだけ伸びるんやったら、履いててリラックスできるやろなと感じで思うので、よりリラックスしたい方というか、家でゴロゴロする人もそうですけど、あと運動、ランニングとかする時とかでも向いてると思うので、このショーツは水陸両用でいいんですけど、ランニングとかちょっと向いてないと思うので、こっちの方がどっちかというとランニングとか激しい動きには向いてるようなパンツになってるのかなと思います。特にこう寝転んでポテトチップ食いながら足上げたりすることってあると思うんですけど、そういう時にはこういうストレッチ性があるっていうのは重宝するんじゃないかなというふうに思います。で、次にですね、僕が睨んだところが、これ静電ケア設計っていうのが行われてて、ノースフェイスの静電ケア設計っていいんですけど、静電気が起こらないように糸に静電気が起こらない工夫っていうのがされてるんですけど、それはいいんですけども、残念な部分があって、このバーサタイルショーツも静電気圧設計行われてるんですけど、めちゃくちゃ埃目立つんですよね。で、これもいやそう言いながらも埃目立つんちゃいますのと思いながら、僕も見てたんですけど、これ意外とポリウレタンが多分 16% 入ってるとか理由やと思うんですけど、全然埃が目立たないんですよね。で、ブラックやから結構目立つんかなと思って、ようよう見てたりとかして見てるんですけど、あんまり埃は目立たないんで、同じナイロンを使って静電ケア設計がされてるので、違いとしてはポリウレタンが入ってるのが唯一違いなんで、あ、ウレタン入ってたらこんなにホコリがつきにくいねんなっていう感じではあるんですけど、これはバーサタイルショーツから改善されたところなんやろなとは思いますが、しっかり静電気も防いでくれるし、なおかつホコリもつきづらいっていうことになってるので、本当に部屋でゴロ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 してて、 Amazon プライムずっと見てたり Netflix ずっと見て、これ履いた状態でもあんまりホコリはつかないということになってるんですが、こっちのバーサタイルショーツであればゴロゴロしてるのが一発でバレるっていうぐらいホコリはつくかなと思います。でですね、ただ値段がですね、ちょっと高いんですよね。これが8000円台になってるので、こっちが6000円台って考えたら2000円ぐらいプラスしてるので、その分値段は高いんですけど、他の部分で言ったら、この後ろの腰のところにあるこういう後ろのジップがあるんですけど、このジップってよくこれノースフェイスのアイテムとかであるんですけど、ここに要はスマホとか入れれるようになってて、こういう設計がされてるのってランニングタイプのショーツとかに多いんですけど、ここに物を入れることによって、こう走っててもポケット、前のポケットに入れちゃうと走ってたらこう当たっちゃうと思うんですけど、ここに鍵とかスマホを入れておけば、腰の部分なんでそんなに感じることがないというかっていうのは、結構これノースフェイスがよくやる手法なんですけど、手法というかあれなんですけど、だからどっちかって言ったらランニングとかに特化したような作りにしたいんやろうなっていうのがこの作りから見てて思うんですけど、これがバーサタイルとは違いますよね。バーサタイルに関してはこっちはジップになってるので、このお尻のところのジップがあるだけで、ここは普通に何もないので、どっちかって海パンっぽい感じなんですけど、こっちの新しいリラ
ラックスドライショーツの方に関してはランニングとかも考えられてんねやろなという感じになってて、でさらにですね、この前にもう一回戻ってくると右ポケットの方の中にですねキーループっていうのがあって、このキーループっていうのは何かというと、ここに鍵を引っ掛けたりだとか、あとちょっとした小物を引っ掛けたりだとかしてなくさないような仕様っていうことになってるので、総合的に見てもこのバーサタイルショーツよりワンランク上のショーツっていうのがこのショーツになってくるんじゃないかなっていうふうに思いまして、まあ、本当に最低限の機能だけでいいとか、あと海で使う方が多いっていう方であればこっちで全然問題ないっていうか、むしろこっちの方が合ってると思うんですけど、ちょっとランニングしたりとか、ちょっと激しい動きするとか、例えばテニスするとかトレッキングするとかっていう方であれば、こういうストレッチが効いてるもので、なおかつポケットもこういう後ろのところにポケットがあることによって歩いたりとか走ったりすることが邪魔にならないですし、さらにこういったキーループがついてることでちょっとした小物とかをつけれたりするので、これは結構アクティビティに使いたい方には向いてるようなショーツになってるんだろうなというふうには思います。だから値段も2000円ぐらいちょっと高くはなってるんですけど、その分機能がちょっとついてるというようなショーツじゃないかなというふうには思うんですが、ただですね、僕これ M サイズで購入してて、このバーサタイルショーツも M サイズで、基本的にノースフェイスのパンツは M が多いんですけど、 M を購入したんですが、ちょっと大きいんですよね。っていうのも、もともとスレッチが効いてるので、こうウエストとかで見たら M サイズが確かサイズ表記が75とかやったんですけど、僕はその76で、あ、M サイズでちょうどいいやんと思って買ったんですけど、もともとストレッチ性があるので伸びないタイプやったらそれでジャストなんですけど、これストレッチ性があって結構伸びるので、それ考えると結構大きいんですよね。だから腰周りももちろん大きいんですけど、それ以外にもこの太ももら辺とかも結構ちょっと大きいような作りになってて、ストレッチで伸びる前にもうそもそもがちょっと余裕あるぐらいな感じなんで、まあ、僕みたいに結構タイトに履いてはる方とかであればワンサイズ下げた方がいいかなと思いますし、あと逆にちょっと足が太い方とかウエスト周りがちょっとふくよかな方とかであれば、これはストレッチ性があるので履いてて楽やろうなという感じで思うので、普段例えばパタゴニアのバギーズショーツとか、このノースフェイスのバーサタイルとかで結構細身に履きたい方はワンサイズ下げた方がいいと思うんですけど、そういうのが今までちょっと敬遠しとってんとか、ちょっと丈短いの嫌やねんとかって思う方には多分こっちの方が合ってると思うので、よりこっちの方が体型を選ばないというか、どんな人でも履けるようになってるので、細い方はワンサイズ下げた方がいいし、ふくよかな方はジャストサイズで全然履けると思うので、でなおかつ伸びるので、全然サイズ的な問題っていうのはないんかなというふうには思います。でさっき言ったみたいにスポーツとかランニングとかしたい方はやっぱりサイズはもう一個下げた方がいいかなというふうに思うので、まあストレッチ効くので多少窮屈でも全然動きやすいと思うんですけど、ブカブカな方が気になると思うので、まあ後で着用動画見てもらうんですけども、まあそれをちょっと参考にしていただければいいかなというふうには思いますが、家でゴロゴロスタイルの方であればサイズは何でもいいと思うんですけど、まあ、ただゴロゴロスタイルにしてはちょっと値段は高いというか、8000円でゴロゴロスタイルを買うってなったらちょっと高いと思うので、まあ、どうかなとは思うんですが、名前がリラックスドライショーツって書いてあるんで、まあ、リラックスする場面も考えて作られてると言えば、まあ、部屋着にしてもいいかなとは思いますが、まあ、おそらく僕のメインの着方は多分部屋着になると思うので、あんまりそんなアクティビティに動くこと普段ないので、でなおかつサイズ感もちょっと大きめなんで、あんまり普段の私服っぽくはないので、まあ、僕の場合は部屋着で使うことが多いんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただしですね、こちらは水陸両用とは書いてないので、水場とかはちょっとどうかなと思うんですけども、まあ、普段のジムのトレーニングであったりとか、あとランニングとか、あと散歩とか、あと普段の部屋の、部屋着として使うとかっていう用途としてはぴったりだと思いますので、まあ、そういうのを探されている方は参考にしていただければいいかなというふうに思います。ではですね、最後は着用動画見てもらうんですが、178cm、僕が 178cm、65kg で M サイズを着用して、若干大きいって感じで、本来なら S の方が良かったなと思いますが、それを最後見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はノースフェイスのリラックスドライショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。